next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は昨日日曜日で帰ってきて月曜日の朝なんですけど、朝一でラウンドして、まあ、練習してみます。で、なんか結構雨が降ってきてる感じです。いい感じ。はい、皆さんお疲れ様です。動画を撮ってたんですけど、なんか消えちゃってたんでもう一回撮り直します。今は月曜日で、昨日ミシガンから帰ってきて、今日は朝から練習に行って、今昼の3時ぐらいなんですけど、帰ってきて昼ご飯を作ってる3時です。ちょっと待ってな、ちょっと強すぎるかも。で、もうエプソンツアーは10試合でほぼ半分終わって、私は1試合、全米オープンの予選に出たから休んだんですけど、9試合も私も消化して、なんか、まず全米オープンの予選は何本やったっけ、あと2打で通過やったんですけど、もう惜しくも届かなくて、その週が LPGA の秋週やって、すごい LPGA の選手が出てて、すっごいハイレベルな戦いでした。でもなんか一緒に、オリンピックに出てたそのプレーヤー2人と一緒に回って、すっごいなんか勉強になって、なんかすごい、それはなんかすごいいい経験やったなって思いました。まあでもなんか通れたら一番良かったから、すごい悔しいんですけど。で、9試合出て、まだ2試合しか予選も通ってなくて、その通った2試合ももう60何位とかで全然論外な感じで、すごいなんていうの、去年と比べても大不調みたいな感じで、本当にダメで、なんか今年はすっごい前半はドライバーに悩まされて、なんかまっすぐ打てなくなったんですよね。まっすぐなんかまっすぐ行かなくなって、すごいなんかアリゾナぐらいから調子悪みたいな感じで右に行き始めとって、それが気になりすぎて、その練習場やったらうまく打てんのに試合になったらその右が気になっちゃってみたいな感じで普通に振れなくて、もうユタぐらいが絶好調にダメで、もうなんかどうやって打ったらいいんやったっけみたいなぐらい、すごい分からなくなるぐらい、結構なんか自分でもなんかよく分かんなくなっちゃって、もう全てのそのスコア作られへん原因はドライバーっていう感じだったんですけど、ユタ終わって一旦家に帰ってきて、そのまますぐカンザスに行かなあかんってなった時に、ちょっとすごい悩みすぎて、もうカンザスに行きたくなさすぎて、もうずっと行きたくない行きたくないって言って、その何やろ、もうなってたんですけど、まあ行くしかないんで、っていうか誰も行ってて別に頼んでないねんけど、まあとりあえずその行って頑張ってやってみたけど、やっぱりダメで、その後私バックロストされて、それで4日間ぐらい練習できんくて、それも結構良かったかな。もうなんかもう嫌みたいな思って、もうなんか私マジ自分のことマジイップスやと思ったんですよね。もう全然触れなくて怖くてって感じで、その後プライベートで、私この家に韓国のレッスンプロの子と住んでるんですけど、その子がプライベートでラウンドする時に私のドライバー見て、全然触れてなくないみたいな、なんか普通にもっと振った方がいいっしょみたいな言われて、まあ、私もほんまかよと思ったけど、まあ、とりあえず騙されたと思ってやってみたら、普通にちょっと強めに振っただけやねんけど、すごい良くて感覚が戻った感じがして、その次の週に全米オープンの予選やったんですけど、もうそっからそのコースすっごい狭かったんやけど、全然ドライバー打てるようになって、そっからもう全然ドライバーの、その心配なくなって、その次の週の試合も予選通ったし、その後の2試合はあかんかったけど、そのドライバーがあかんというよりそれ以外のことがあかんくてって感じで、先々週のノースカロライナはマジコースがなんかまず嫌いやって、初めてのコースやったんやけど、なんか
バミューダですごいなんかめっちゃこうアメリカって感じ、すっごい広くて、でなんか下がすっごいぬかるんどって全然転がらなくて、伸ばし合いやのに転がれへんくって、距離がそんな遠方じゃないから、その伸ばし合いについていけへんかったっていう感じがありましたね。あと先週のバトルクリークミシガンはすっごい狭いコースでトリッキーな感じで、すごい好きな感じやったんやけど、なんせバターが入らなくて、もうほんまにくる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 めっちゃリップターンっていうなんかめっちゃくるくる回って、でなんかすごいねストレスのたまる試合やった。でもなんかだいぶショットとかは戻ってきた感じがあったから、なんかそれは良かったなって思ってます。でなんかすごいこのままやったらファースト QT からもランキングが足りてないから受けなあかんしとか、全然稼げてなくて、まだ今年マジ10万円ぐらいしか稼げてなくて、でも200万以上使っててすっごい大赤字 でなんかお金の心配とかもあって、なんかすっごいもうほんまにストレスがすごくて、まあ、自分のせいなんやけど、もうすっごいなんか追い込まれちゃってって感じで、もうどうしたらいいか分かんなくなっちゃってって、すごい悩んでるった時もあったし、今でもたまにもう朝起きた瞬間とか絶望に満ち溢れてる感じなんですけど、まあとりあえず練習して自分の足りてないところを練習してやっていくしかないっていうのも自分も分かってるんで、あんまりなんか深く考えやんとこみたいな感じで最近は思ってて、とりあえずまあその一打一打試合試合に集中してやっていったら、まあなんかそのなんていう改善なんていうきっかけみたいなのをつかめるんかなみたいな、分からないですけどって思ってて、先週の試合はなんかミシガンであって、ミシガンってすっごい日本企業の人、日本企業がいっぱいあったから、なんかすごい日本の人が応援に来てくれて、すっごいなんか嬉しくて、いつも一人なんでって感じですごいなんか励まされて、来週もミシガンなんですけど、なんか来週に向けて今週は1週間オフだからしっかり練習して来週に向けてやっていきたいなって思ってます。でなんかすっごいなんか辛くて日本に帰ろうかなって一瞬思ったんですけど、なんか日本にここで帰ったらなんか自分絶対納得できひんなって思ったんで、別に日本に帰る理由もないし、そのステップは出れるけどってなったけど、じゃあなんかせっかくアメリカ来てなんか自分がやりたい、別に誰も望んでないのに自分がやりたいって思って来て、そのあかんから帰るみたいなのは自分が多分納得いかないんで、まあ、その選択肢はなかったですね。で、今はあかんけど、まあ、とりあえず練習するしかないから、しっかりその向き合って結果に向き合って練習していきたいなって普通に今は思ってますって感じですかね。まあ、なんか普通に全然余裕がなくて暇もなくて全然動画とか撮れてなくてあれやったんですけど、ちょっと1週間あったんで今回まとめてみました。であとまだ半分残ってるからどうなるか分かんないですけど、自分のベストはまあ限界まで頑張っていこうと思ってますってな感じで今日は終わりにしたいと思います。それでは皆さんさよなら。Thank you.